で、まあ、検査して、はい、緊張するからさ、あのここに入れて、あ、そうです、はい、でいつもの治療して、それにプラス1本ちょっと緊張をほぐす薬を打ったんですよ、はい、そしたら打って5分ぐらいでご飯をカリカリ、ドライフードを食べて、あ、そうですか、はい、じゃあそれは緊張がほぐれたからねそれもあります。うちでもそうです、なんかそういう時ありますね、なんかさっと すり抜けて逃げてく、うん、なんかそういうのはあります、ね、緊張してます。すごい後輩でもなるのね、臆病に、うん、で、これこちらがね、去年のデータで、はい、これが今日のデータです、はいはい、上からいきますね、はい、電解質のバランスを見るとナトリウムがちょっと高いと、はい、去年もちょっと高いけど、はい、高いですね、はい、高いのは脱水なんです。あ、まあ、はい、だからまあ点滴をした方がいいと思って点滴してます、はい、カリウムは正常、はい、クロールも正常です、はい、これだけちょっと高い、はい、で次こう腎臓の働きを見るんですけど、はい、このクレアチンが去年ちょっと高く 1.31、はい、どうかなと思ったけど上がってないね、ほぼほぼ一緒、はい、1.28、はい、まあでも高いは高いんで、はい、慢性腎臓病のステージ1です。慢性腎臓病のステージ1このこれクレって書いてあるけどクリアチニンのことなんですね、はい、でこれが正常が 1.0 以下なんですよ、あ、はい、猫ちゃんの、はい、ここは犬だから、で 1.6 未満がステージ1、あ、はい、でステージ1は元気です、はい、でステージ2 1.6 から 2.8 未満がステージ2、はい、これになると喉が渇くからやたら飲むの、あ、はい、で 2.8 超えてくるとステージ3だから、うん、まあ、ちょっと食欲ムラが出てきて食べんくなったりね、はい、血やが悪くなったり、はい、吐いたりします、はい、で5過ぎるとラストステージで、はい、まあ、もう元気なくて貧血してヘロヘロになっちゃう、はい、口の中舌の色とかも白くなってきちゃいます、あ、はい、そういう風なんですね。でじゃあ腎臓はどんだけ残ってるか、腎臓の状態、これ、どんだけ腎臓が残ってるか、もう1超えたらね、腎臓って2つあるんだけど、はい、2つあるうちの、まあ、1以下だったら 100% の機能してるわけだけど、はい、もうこの間にあったらね、3分の1ぐらいしか働いてない、そう、2つのうち3分の2はもう機能してない、それでも腎臓って、腎臓移植でできるじゃないですか、はい、同じと、腎臓悪い人に、はい、そうすると2つあるうちに1個あげるわけですね、あ、はい、自分の子犬の1個はちゃんと機能してれば普通なんですよ、だから結構代償機能っていうかねはあるんだけど、でも3分の2超えてくるとクレアチンが上がってくる、ほんでもうこのステージ2になってきて、でも元気ですね全然、で 1.6 超えてくるとちょっと喉が渇きやすくなる、だからやたら飲んでや、うん、おしっこがたくさん出る、はい、そうなるともう腎臓は4分の1ぐらいしか働いてない、でもこれ超えてくるともうどんどんダメになってくるわけですけど、で今はそういうのこの辺なわけですよ、で 1.28、まあ、ほぼ 1.3 だから、はい、進んではいない一応ね、去年よりは、はい、だけどあの年齢とともに急に進むことがあるからさ、そういう、はい、だから要はちゃんと食べてさ、うんちして、まあ、うんちが分かんなくてもやっぱり進んでくれば食べんくなったりゲブゲブゲブが吐いたりしてきちゃって、うから、が下痢したりとかね、はい、まあ、そういうことは、またすぐ言ってください、はい、でも、慢性腎臓病に関しては去年と変わりない、はい、はい、だから、血糖値正常です。次、肝臓、まあ、肝臓の数字もね、まあ、これちょっと高丸がつきますけど、はい、まあ、これなら全然 OK ですよ、たくさんなら、はい、GOT、ALP でも全部正常ですから、はい、だって推定10歳でしょ、はい、うん、だったら、まあこれぐらいだらしいですね、はい、だから猫ちゃんってね、そうそう、もう一つね、24時間からあの1日か2日、1日から3日ご飯食べんくなると、はい、オーダーが出てくる子がいます。黄色くなっちゃう子がいるんですよ、肝臓が悪くなって、はい、うん、だから猫ちゃん食欲なくなったら本当要注意ですね、はい、カンビドーシスって言うんですけど、そうするとこれがなんか急にボンと跳ね上がって黄色くなってきちゃうんですね、はい、若い子はそうでもないですよね、やっぱり中あの7歳以上の子ですね。次、タンパク。タンパクが超高いです。でこれが高いのはやっぱ脱水なんです。脱水は、はい。アルブミンは正常。まあでも正常値ってもさ、これギリですよね。3.5 までの 3.5 だから。はい。グロブリンが 4.6。これはちょっと高いですね。はい、でこれはまあ慢性の炎症があると上がってくると。
あとカルシウムは正常、はい、が脂質代謝、コレステロールと中性脂肪ですけども、はい、正常でした、はい、血液にすると寄生虫もありません、はい、だから 71.6 これって回してないんですか、ヘマとか回してたじゃん、なんかヘマとか、あ、ヘマとだからこれおかしいよ、これやり直ししないと、こんな数字は違うから、ヘマとかさっき横断指数見てたじゃん、はい、あれどうした、ちょっとこれは正確な数字がちょっと出ませんね、あ、はい、で白血球の数が4900、まあ、ちょっと少なめかな、はい、少なめっていうのはあんまり良くはなくて、はい、免疫力がちょっと落ちてる可能性があります、あ、ね、はい、だから横断は出てないと、あ、そうか、さっきのは違うわ、この子じゃないか、ももかか、はい、ももかじゃなくて黒の子でね、アンモニアと GGT、まあ、これは肝臓の働きを見ますけど、はい、まあ、正常です、はい、でリパーゼが20、これは膵臓が悪いと分かりますけど、まあ、一応正常ですね、20です、はい、いいですね、はい、リン、これは腎臓がね、さっきの腎臓がステージ3超えてくると、はい、ちょっと食欲をこうなってくるとリンが上がってくるんですよ、はい、でも一応正常です、はい、CPK は筋肉とか心臓が弱ると分かりますけど、まあいいところになります、はい、でこのそのリンね、普通食べてるキャットフード、はい、美味しいでしょ、でもう私が出すご飯食べないでしょ、であればリンが制限されてる、一般の市販のやつはリンがたくさん入ってる、はい、だから美味しい、リンがたくさん入ってると美味しいんですよ、一般的で、あ、そうだか、うん、だけどなかなか難しいんでね、うん、そういう子に腎臓病食食べさせようと思ってなかなか食べんからさ、はい、で続いて白血球の数の内訳、4900はちょっと少ないんですけど、内訳としたら、まあ好中球4100、まあ正常です、リンパ球がちょっと少ないから、あとは正常です、でリンパ球が少ないのってね、なんかやっぱり調子が悪いところが体の中にあったりすると少なくなるって言われてますね、はい、赤血球の数はちょっとこれうまく測れてないから、でも若い赤血球はちゃんと出てました、はい、血小板っていうのも普通に出てました、はい、だ今回は炎症マーカー、SAA っていうのが、炎症マーカー、猫ちゃんの炎症マーカーですね。はい、で結構、正常ですね。3.75 以下だから。はい、5.5 超えてたら、体の中に結構炎症があるよってことです。あ、そうですね。まあ、正常。はい、次、T4。これはですね、これも10歳以上の猫ちゃんで、甲状腺ホルモンが出過ぎちゃう子いるんですよ。はい、甲状腺機能亢進症。はい、で、まあ、2.04 だから正常ですね、あ、はい、でこれがもし5を超えてきたらそういうの治療した方がいいと言われています、はい、でもまあ一応正常だから、はい、で結局は、その腎臓が悪いっていう、うん、腎臓のこともあるし、やっぱり胃がちょっと弱いんでしょうね、だってさ、さっき言ったようにステージ1だったらそんなに腎臓病で吐くことはそうない、あ、そうです、はい、それよりもさっき私正常だって言ったけど、膵臓の機能が悪いとね、はい、吐く可能性はあります、あ、そうです、でこの検査って感度が 60% ぐらいしかないから、そうそう、これが正常でもさ、正しいと言え、要はこれが正常だったら6割の子はないよと、でも4割の子はあるかもしれない、だからもうちょっと感度の高い膵臓の検査を出してます、この子は、あ、はい、でそれは1週間ぐらいすると結果が来るんで、はい、まだ今度お話します、はい、それを言うのを忘れてましたね、次、うん、一回止め